杉舞香がナビゲートをしています。ジップ FM スマイルデレ、時刻は10時35分に間もなくなろうとしています。さて、ここからの時間はデリシャス祭です。番組が注目する音楽、人物、場所、グッズなど番組独自の視点でご紹介。今日は素敵なゲストをお迎えしました。ご紹介しましょう。札幌在住の7人組バンドアフロから、プロフィールによりますと、ツンデレヤンキーボーカルのノリアさんと破壊王 DJ のアオさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お久しぶりです。お久しぶりです。お久しぶりです。まずはですね、たくさんメッセージもいただいてまして、清洲市久春さん、ゲストのアフロはインディーズから応援していたので楽しみです。アフロのワンマンライブも名古屋追加入れてほしいです、ね。北風の旋風巻き散らしてくださいねとね、いただいてますね。ます。そしてなんと福岡からもメッセージいただきまして、アルバムリリースおめでとうございます、このアルバムが出てから私自身も毎日聴いていますが、周りからもアフロの曲いいねと言われることが増えて本当に嬉しいです。3月のワンマン何歌うのか、どんな順番で出てくるのかなと考えながら、そわそわドキドキ楽しみにしています。ありがとうございます。最高にハッピーな熱い空間作りましょうねといただいてますね。後ほどまたアルバムの話をたっぷりと伺いたいと思いますけれども、はいはい、まずはですね、いろんなチャートをランキング形式に発表していくデリボーロトップ3、今日はアフロが選ぶ冬の定番トップ3ということで作っていただきました、はい。札幌ならではのものがこう並びそうな ね、 そうね、感じがしますけれども、はい、まずでは第3位は何でしょうか。はい、第3位、雪かきですね。やっぱり、いや、これは外せないならではですか。やっぱり冬はですね、はい、あの1時間2時間早起きしないとですね、もう目が覚めた時に、はい、うわー雪積もりすぎてるって時があるんですよ。本当にあります。なんで車とかで通勤する人なんて、もういつも通りの時間に起きたら、もうこれは遅刻確定です、ね。あ、そうなんですか。なんでも DJ アモーの車には常にスコップ前に、スコップ鉄スコップが常備されてる。なんかやっぱ上手くなってくるんでしょうね、雪かきとか。大人になればなるほど、どうやれば効率いいかみたいな。そうだね、あの四角く切って作って捨てるとか、へえ、そうなんですよ。これは未知の世界ですね、はい。続けて冬の定番トップ3第2位は、第2位は真冬の花でございますね。いや、ありがとうございます。アルバムの中にも真冬の花ですね。はい、あのこれはですね、はい、あのダイヤモンドダストという、うん、あの本当に氷点下になると、はい、窓とか朝起きるともう、はい、氷が薄く張ってて、それが本当に花みたいになってるんですよ。それがで太陽が当たってこうキラキラ光ってるみたいな、はい、いいですね。綺麗ですよね。すごい綺麗。これはそれは歌にもなっちゃいますよね、はい、第2が真冬の花ということで、いきましょう。今日はアフロが選ぶ冬の定番トップ3です。気になる第1位はNo.1 せーの、雪祭り。噛んだろ、お前だ。お前の噛んだろ。雪祭りを噛んだろ、お前。グダグダ。雪祭り。はい、はい。おお、これはそうですよね。そうですね。あのもう11日で終わっちゃったんですけど、はい、うん、あの毎年やってる。やっぱ行くんですよね。行きますね。作るのはしたことはない。まあ、ないですね。へー、今年どうでした？今年はもう僕らでも5日から11日までやってたんですけど、はい、5日だけしか入れなかった。そこからもう東京にちょっと移動だったので1日しか見れなかったんですけど、もうすごかったですね。どんなものが、でドラえもんとかあるんですよね、大きい。ありますあります。そうですよね。とかあとはこうお城。あー、そっかそっかそっか。あれどれくらいの期間かけて作ってあれ1ヶ月とかくらいじゃないですか。1月入ってからこう制作が始まって、ただもうすごくこの約1週間雪祭りをやって、もう次の日か次の日にはもう取り壊しなんですよ。うわ、そっか、かっけないんですよ、もうそれが。ですよね。あれ本当にガチャガチャっていくんですよ。あと一般公募もね、あ、そうあるね、してまして、あの一般に応募して当たった人も雪像作りができて、俺らも作りたいなって応募したんですけど、外れました、外れました。ちゃんと厳選あるんですね。そうなんだ、これはすごいですね、うん。1位は雪祭りというのもならではでした、ね、はい、ならではです、今日は冬の定番トップ3選んでいただきました。デリボーロトップ3でした。改めまして今日のゲスト、アフロからノリアさんおさんです。よろしくお願いします。今日バレンタインということで、はい、実はそうですね、じゃじゃん、ありがとうございます。おお、すごい。3回目の登場ありがとうございます。ありがとうございます。番組からもですね、私からも君に夢中というね、とろけて君に夢中というなんかちょっとギャグ混じり の、 あのチョコレートご用意したんですけど、なんとその前に番組始まる前に逆チョコいただきました、はい、これがもっといい、あのすごいですね、北海道限定の白いブラックサンダー。ブラックサンダー。どっちなんだって。これブラックサンダー。どちらなんだって。こんなのあるんですね。ありがとうございます。はい、いただいちゃいましたけれども、あの今日バレンタインデーということで思い出なんかありますか？バレンタイン振り返ってみて。
やっぱりあの、うん、学生時代ですね、はい、あのバレンタインの朝登校からドキドキして、あ、学校のまず学校に行って席に着いた時に今机を確認した、はい、中机の中をあのバレないように入ってないな、入ってないかなと休み時間あの放課後全部確認、ね、入ってないな、よく考えてみたりするんですか、またなんか渡しに行きやすいように一人になってみたりとか、とかで帰り際に渡されたら、あの照れてあのなんかドキドキしてるいいですね、期待してる割にちゃんとした対応できないっていう、あ、メンバー内で競ったりとかって、いやいや、ないですかね、でも昔モテたでしょう、いや、お二人とも、いやいやいや、最高何個ですか、最高ですか、僕絶対数えきれないですよ、いやいや、あります、全然あの最高はでも家族からもらうことの方が多くて、で中学校の時とかその時に付き合ってた子とかからしかもらわない、あと家族みたいな、あ、でも確かに恋人がいたら他の人も渡せなかったり、うん、そうですね、まあそれはそれはありますよね、はい、なんかバレンタインの日ちょっと本当特別ですね、いつもと違う思い出がこう蘇ってきたりね、はい、無駄に紙セットして学校行ったり、一応意識して、ね、はい、ありますよね、あ、そうだ、ちょっと思い出したんですけど、ちょうどバレンタインの時に、うん、あの髪を切ったんですよ、うん、でもあの床屋さんとかに行ってなくて親に切ってもらったんですよね、はい、だから親が失敗して前髪をバッツン、こんな勝負な日の金勝負な日、はい、それでもうずっと恥ずかしかったという下向きながら思い出さない、思い出してしまうのが2月14日だったりしますよね、はい、さあそしてアフロは先週2月6日にメジャーファーストアルバム北風をリリースしました、はい、ありがとうございます、ついにアルバムですよ、北風って本来冷たいものですが、これは暑いですね、ありがとうございます、聞いてても体が本当に暖かくなるような、はい、あの中にはシングルにもなっていた冬の贈り物、はい、これノリアさんがあのおいっ子めいっ子の皆さんの影響があってできた曲なんですか、はい、そうです、まあ、旬がこのトラックを上げてきてて、はい、じゃあこれ作ろうかなと思ってた時に、そのおいっ子めいっ子がなんかもう何事に対しても無邪気に笑顔で遊んでるのを見てて、あ、自分もこうだったなと思って、昔は子供の頃はそうだったなと思ったし、今ってどうなんだろうって思うようになって、なんか例えば雪降ったら、うん、わあ雪かきしなきゃめんどくせえなとか、はい、でも子供の時はああ雪だ雪だっていう、なんか何事も純粋に楽しんでたなっていう、なんかその気持ちをやっぱ忘れちゃいけないなと思ってできた曲ですね。だからなんですかね、リコーダーとか木琴とか結構子供の頃に馴染みがあったような、はい、わけなんか、ちなみにそのリコーダーは、うん、DJ アモが吹いてますから、はい、レコーダーそうなんですか、はい、この曲に関してはね、すごいですね、DJ なのにあのリコーダーしかやってないですか、え、これもしかしてライブでやるときとかって、まだやってない、まだ生演奏はしてないですけどこれ見たいですね、なんかツアーとかでできたらいい、そうだね、あの、しかも木琴とかもじゃメンバーで、いや、それは違うんですけど、まあ、リコーダーだけ、ちょっとあのその小学校で使った楽器とか、あのレコーディングの一番最後に、うん、やったのがリコーダーのレコード、ね、よし一発で決めようぜもう手なんてブル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 しかも一発撮り、はい、すごい、この聞き応え満載ですね、ぜひ聞いてみてください。そしてあのアルバム後半が卒業シーズンにぴったりの、はい、あの最後の放課後と、そして新たなスタートの時に聞きたい期待値にしに、この曲の時にもね、はい、プロモーション来てくれましたけれども、はい、これで締めくくってますけれども、この曲上に込められた思いなんかも結構あったんじゃないですか。すごいあります、ね、あの、まあ、全部あるんですけど、はい、特にその最後の放課後と期待値にしには、うん、その最後の方が、まあ、学校卒業してまあ、これから各々の道に進んでこうっていう風に曲が終わり、期待値にしにではじゃあここからスタートだっていう、全力で行こうぜっていう風、なんかこう曲は違うけどなんかこう繋がってるというか、一つの人生のストーリーとして繋がってるっていうのをなんか表現したくて、この曲順になりました、ね、なんか終わりじゃなくって終わりからスタートまで持っていくところがアフロらしいですよね、はい、いや、ありがとうございます。そしてこの期待値にしにはスタートでもあるんですけど、うん、そうですね、まあ、そしてこうまたアルバムの最初に戻っていくみたいな、そっかそっか、はい、ぐる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 何回も聴けるようになってるわけですね、はい、そしてあの北風様とかミスターポール、そしてスーパーピョンピョンとかもうライブで聴きたいなと、あ、もう聴いててもこうね、これはもう体が動いちゃうような曲がいっぱい入ってますけれども、ライブの予定が皆さん決定しております、はい、3月には全国ツアーが決定しているんですが、残念ながら名古屋が
ごめんなさい。そうなんです。またぜひあの名古屋でもライブやってください。やりたいです。お待ちしております。近いところでは3月21日の木曜日が東京デュオミュージックエクスチェンジ、そして3月23日の土曜日が大阪ジャニスという風になってますが、はい、どうですか、ワンマンツアーの意気込みなんかは今。初なので、うん、あの本当に楽しみでしかないというか。ね、私特に大阪でのワンマンは初めて、はい、あそっか、だからもうこれのこのツアーを終えて、うん、もう終えてからのことを話しますけど、終えて、うん、次は名古屋ワンマンを、うん、絶対ね絶対にやろうっていう、お待ちしております、はい、必ず。でもなんかこれ聞いてるとやっぱりアルバムをすごい意識したアルバムだったのかなって、あのライブを意識したアルバムだったのかなっていう気もしますよね、ライブのセットリストを作るようにメンバーでそのアルバムの曲順も決めてたので、うん、あそうなんですね、はい、アルバムが本当素敵なので、じゃあファーストアルバム北風アワー2月6日にリリースになっております、はい、ぜひじっくりと聞いてください。さあ最後にラジオの前のリスナーのことをジッピーと呼んでおります。ジッピーに向けてメッセージをいただけますでしょうか。アモさんからお願いします。はい、アモです。ですね、今回名古屋のワンマンはないんですが、絶対名古屋ワンマンで戻ってこれるように頑張りますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ではノリアさんお願いします。はい、ノリアです。僕らの9年間、結成して9年目の A を全ての思いが詰まった北風アワーをですねたくさん聞いていただいて、そして今年は必ずワンマンで名古屋にも戻ってくるし、あとですねちょっと遠いんですよ、大阪で今週末あのインストアライブもあるので、はい、もしよかったら来てください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。では最後にアフロの先週リリースになりましたメジャーファーストアルバム北風アワーからひらめきの歌を聴きながらのお別れとなります。この時間のゲストアフロからノリアさん、アモさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。